メガラバー。あ、ビデオ、ビデオ。ビデオ、ビデオ、ビデオ。ビデオ。あ、メガラバー。メガラバー。OK、Thank you。Thank you。シルバーウィークを利用し、51カ国目、ミャンマーへ。ミャンマーには美味しいカレーがあるらしい。今回の旅のタイトルは、つかの間ミャンマー、略して。つかみゃん。肉じゃがみたいな味します。これ、なんだ。うわ、ミャンマー、中心のチキンカリー。あ、喫茶店のエリアです。喫茶店のエリア。はい、カレー来ました。おはようございます。ジュピタリサです。今ここで寝てました、成田空港第2ターミナルで寝てました。そして朝ごはん食べます。それではこれから次の50カ国目向かいたいです。行きます。眠い。ヤンゴン向かいます。やってきました。やってきました。ミャンマー到着しました。ミャンマーです。今ミャンマーヤンゴン国際空港に到着しました。これから、外に出て、市内へ向かいたいと思います。ですね、ミャンマーの、ここまでのミャンマーで覚えた言葉を一つ、こんにちはとかいうのを、なんとミャンマーではメガラバというらしいです。なんか、聞き覚えになるメガラバというのがあるそうです。それではタクシーとかに乗って、今から市内に向かいます。これからつかの間ミャンマー、略してつかま始まります。それではこんにちは、出題者です。今僕は香港に来ています。香港に来ています。というのも今まで僕はチャンネル登録お願いします。ここのボタン押してください。これから50日間カレーを探しにインド方向へ行きます。ぜひ動画見てください。